アレスです。よろしくお願いします。さあ、毎週水曜日夜7時からはプレミア公開。今夜も間違えた。水曜もブレイクのお時間でございます。よろしくお願いします。さあね、はい。ディスプレイの向こう側の皆さん、元気ですか？ラッパさん、はい、めちゃくちゃ元気だね。本当に普通だよ。これが普通だよ。これいつもじゃんね。いつもこんな感じじゃんね。今収録してるんですけど、はい、今ね、まあ、収録中の現在の時間は朝9時、はい、朝9時ですね。朝9時9時過ぎ35分なんですけど、はい、もしかして僕、はい、朝弱いかも。前回もさ、なんかすごいさ、テンション低かったし、声出てなかったもんね。前回なんかさ、もうさ、今ちょっとまだこんな感じだけど、うんうん、前回はさ、こんばんは、おかっぱみゆきと、みたいな感じで、これがもう今の朝のテンションのマックス。言ってた言ってた。そこよりは、一、うん、個上の、こう、うん、ギアが入ってる感じがするんだけど。はいはいはい、ギアセカンド入った。うん。でもね、やっぱね、どうにもこうにもね、こう体が動かない感はあるんだよ、やっぱり。あら、今日何時に起きたの？ところで。ね、7時に目が覚めて。7時に起きて。あって目覚めて。うん。いいじゃない。そっから二度寝したかったんだけど、8時に起きようと思ってたんだけど、うん、二度寝してようと目を閉じたものの、うん、二度寝できず。あら、そうなんだ。そのまま。7時50分ぐらいに起きて、うん、あの撮影するスペースの掃除とかここで、うんうん、ちょっと机の上は散らかったままです。うんうん、映ってないから大丈夫大丈夫だ、セーフ。うーん、そっか、じゃあまあまあ早くは起きれてたんだね。そうね、うんうん、なんだけどね、なかなかこうさっきのおかっぱみゆきさんみたいな瞬発力をね、イエーイみたいな。ちなみに何時に寝たの？寝た2時過ぎぐらい。じゃあ5時間ぐらいか。5時間行ってないぐらいしか寝てない、ね、もっと寝た方がいいよ。いや本当は、うん、あの2時8時の6時間寝ようと思って横になったんだけど、うん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 、目が覚めちゃって、うん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 、結構その生活のリズムが、うん、最近バラバラになりがちで、うん、ああなるほどね。起きてる時間も別々だし、そうそう、寝る時間も別々だし、それでね、こうたまに目覚めちゃうんですよね。なるほど、体がね、もう起きる時間だよってなっちゃうのかもね。それでパッと目覚めちゃったって。うーん、そっかそっかそっか。おかっぱあれだよな、もう最近だってさ、はい、12時にはもう夢の中だよ。夜。うん。すごいね。昨日何時に寝たの？昨日11時半ぐらいかな。すげえ。だって昨日さ、うん、収録してる今日が7月6日じゃん。6日で、で昨日の5日はね、FM ヤマトの。収録の日だったんですね。でしょ。そう。で夜さ、一緒に19時ぐらいにさ、スタジオ入って、スタジオに集合したじゃん。うん。でそこから収録終わって帰ってきたのが、うん、もう9時過ぎだったよね。そう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 、9時半ぐらいに家着いたかな。それでもう11時半寝てたの。そう。早っ。お風呂入ってもう全部寝る支度して、すごい、ね、娘寝かせて自分も寝た。うん、まあでもあれか、まんじいちゃんがね、こう寝ると。うん。うん、そのまんじゅうちゃんが寝てる時に一緒に自分も寝とかないとみたいなのがあるもん。そう、持たない。あのね、彼女ね、3歳児なんだけど、はい、朝超早いの。あれランダムで起きんだけど、今日とかはね8時ぐらいに起きたの。だからママの方が全然早かった、ね、2時間ぐらいママの方が早かったんだけど、はい、早い日彼女ね4時半とかに起きるから、もうだからいつでも行けるような体勢にしとかないといけないわけですよ、こっちは。4時半って下手したらこっちはこれから寝る時間だよ、みたいな感じ。まだ朝にもなってないですよ。朝は5時からだよって言って。すごいね。そう。だからもういつでも行けるような体力をつけとかないといけない。睡眠取っとかないといけないから。確かにね。もう11時ぐらいにはお布団行ってっていう感じにしないと。まんじゅうちゃんが寝てる間にこっちも寝とくみたいな。うん、そう。ね、さっき私のことトップギアって言いましたよね、はい、違います、上には上がいるんですよ。3歳児のトップギアやばいよ。そう、うん、いきなりもうトランポリン始まるからベッドでわーい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 ってな、何起きたの起きたの、もうまだ寝たいのにって感じの朝が始まるから。今はさ、うん、あのまんじゅうちゃんは一緒に寝てるの、うん、日による。あのね、一緒に寝てる時期もあったんだよ。
パパがいて、はい、まんじゅう3歳がいて、ママがいてっていう、まあ、いわゆるカバの字みたいな。そう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 、はい、でうちさ、あのワイドキングサイズのすごいでかいベッドだから、そうこの部屋の端っこから端っこ行かなかったかな、すごい、ね、まであるから、そうだからね、あのそれ娘が一緒に寝れるようにそうしたのよ。なんだけど、はい、まあ3歳児寝相が悪いあの夜中に顔蹴られて起きることとかあって嫌だね。しかも蹴り方がさ、普通に当たるんじゃなくてこうやってバシンって蹴るわけ、こういう感じでそう、なんか夢見てなんかを蹴ってんだろうと思うんだけど、ママの頭を蹴ってるのよ。パパもそれで起こされるから、はい、でママもパパも昼間はさ自分のね仕事やったりとか音楽活動してるじゃない、まあね、はい、そうなると寝不足でたまんないわけよ。確かにレスポンスが落ちるから、はい、あのベッドで一緒に寝て、寝た頃にこうすくい上げて、あ、なるほどね、まんじゅうちゃんのベッドに移してる。あ、いいじゃんそれ、うん、朝起きるとあれ場所が違うって感じになってると思う、多分きっと。でもさ、そのさ、そんだけでかいベッドだったらさ、うん、楽しいだろうね。そうだね。俺さ、そのちっちゃい頃さ、うんうん、あのちっちゃい頃、そうね、布団だったのよ。ああ、いいじゃない、実家暮らしで、うんうん、であの父方のさ、うん、おじいちゃん家に行くと、うんうん、あの2階があっておじいちゃんに、うん、にそこに使ってないベッドがあったの。はいはい。で、そのスプリングタイプっていうの。はい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 。だで、この昔さ、ベッドって珍しかったから、俺からしたら、うん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 、布団だったからさ、もうベッド見つけたらもうこっそり乗って、うん、ビヨンビヨンビヨンってやってたもんね。あ、本当に楽しいよね、ちっちゃい頃私もよく飛んだベッドで、よく怒られたもん。あね、うるさいぞ、そこが抜けたりするからね。あ、本当に、あの 台座っていうか 土台の、あ、うんうん、そうなんだ。ジャンプしすぎるとバーンってそこが割れてそうベッドってこうなってんじゃん、ほらはいはいはい、はい、こうなる、こうなる、バキッつって、そう、こうなってんのがバキッってなっちゃう感じ、折れて、ね、そうそうそう、気をつけないと、そうね、子供がそうしないように、ね、うちのやつは真ん中にも足がついてるやつにしたから、あ、まあ大丈夫と思うけど、すごいね、まあでも楽しいだろうな。そうだよね、もう彼女はベッドなのかトランポリンなのか区別ついてないと思う3歳トランポリンで寝てると思ってるきっと、そのくらいジャンプしてて、そのさ、一緒に川の字で寝てさ、うんうんうん、ぐっすり寝たなーってなったらこうやって場所を動かすわけじゃん、うん、でそれで夜中起きたりしないの？あ、しないしないしない。あ、そうなんだ、うん、うちの子ね、もう生まれつき夜泣きしない子。おー、すごいね。ママすごい助かってる。夜泣きしたの人生で 1回か2回ぐらいしかないんじゃないかな。本当に、ママね、そう寝てる、それは本当にね助かる。育児にとってママの睡眠って命綱だから。なるほど。ママは寝てないとさね、もう常にお世話しなきゃいけないわけじゃん、子供赤ちゃんとかさ、もうママが倒れたらおしまいよ。確かに。パパは仕事行っちゃうしさ、でバーバとか一緒に住んでるんだったらまだ行けるけど、そう、ね、うん、そういうわけじゃないとママの睡眠が命綱。おお、なんか政治家みたいなね、ママの睡眠を守りたいおかっぱ党です。睡眠って本当大事だもんね。そうそう、本当に本当に、寝てないだけですげえ辛いもん、ね、そう、一人でも一人暮らしでもそう思うじゃん。思う。それでさ、もうちょろ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 さ、もうなんかすごい動いてるやつが、すごいパワー持ってるやつがいるわけよ。でさ、あのお米をさ破いてパーって出しちゃうしさパスタとかひっくり返すしさね、こう包丁でなんか切ってる時にさねえねえねえっかとか言ってくるしさ、すごいんだから。もうそれでも寝てないってなったらさ、もう想像してみ、睡眠不足でさ、そういうさちびっこモンスターを相手にするの想像してみ。睡眠不足って確かにすごいさ、そのネガティブになるしね。そう、メンタルがね。睡眠不足となんかご飯食べてない、そうなんかね、落合選手が言ってましたね。ほう、中日、元中日の選手の落合選手が、はい、人間調子が悪いとき、元気がないときは、あの寝不足か腹が減ってるか、どっちかだからっつって飯食って寝ろっつって。確かに。でもご飯さ、もうダイエットとかそんなに気にしないでさ、うん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 、食べたいもんいっぱい食べて、うん、ゆっくりして、う
よし寝ようっつって8時間とか爆睡すると、うん、なんか次の日とりあえず元気だもん、ね、そう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 大事よね大事皆さんちゃんとねご飯食べて美味しいもん食べて寝る、ね、あったかいもん食べるとおすすめだよ、うん、鍋とかさ、あいいね、うん、あの白菜は温めると体を温める効果があるから、安眠もできるしね、あそうなんだ、うん、あとお風呂入って2時間ぐらいの時に寝るとすごいいいらしいよ、あそうなんだ、うん、ぜひ寝不足のシェルさんやってください。シェルさんのパフォーマンスが落ちるということは、おかっぱみゆきとメガネスのパフォーマンスが落ちるということです。よろしくお願いします。ね、ね、皆さんもねしっかり寝てしっかり食べてやってくださいね、はい、うん、あっという間にもうこんな時間だ、はい、明日が七夕だから七夕の話しようと思ってたの。あ、いいよ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 。何シェルフなんか短冊に何か願い事なんて書くんですか。ババーン、何何、あら私の描いた絵だ。そう、おかっぱみゆきさんの T のデザイン T シャツです。ありがとうございます。スズリで買えます、はい、じゃじゃーん、おかっぱみゆきさんのデザイン T シャツです。これうちの家族の顔を描きました。なんか浴衣でみたいな話もしたけど忘れてた。そう、浴衣用意するの大変だだなと思って。あ、別に大丈夫だよ、うち本当に、うん、あえて言わずに。じゃあなんかね見ました。7月中に浴衣になれたらいいね。ね、ね、7月手帳ね、7月中に浴衣になりましょう。そしたらピック取ってきていいですか。あ、いいよ、いってらっしゃい、いってらっしゃい、いってらっしゃい。すごい自由だなあの人、めちゃくちゃ自由だなね。え、あっという間に15分の番組なので、もうエンディングテーマのお時間になってしまいました。皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。前回に引き続き寝不足の話でしたね。朝っていうところです ね、そうだね、うん、皆さんもね、ぜひね、あの、タラボタ何か、何短冊書くか、短冊に何書くか、ありましたら、ぜひね、チャット欄にコメントいただければと思います。私はね、ゆいの、あ、まんじゅうの、褒めちゃった。まんじゅうのね、保育園の短冊、はい、書いてきてください、お母さんって言われて。で、短冊にね、模様を書いたのは、娘なのよ。でもまだもう字書けないから、代わりに私が願い書くんだけど、うん、娘の願いじゃなくて、自分の願い書いたよ。なんで書いたの。まんじゅうちゃんが幸せな人生を歩めますようにって。おー、素敵じゃないですか。でしょでしょ、もっと言って素敵。ね、皆さんの短冊の願い事もね、ぜひ教えてください、うん、最後にシェード君に発表してもらおう。では最後にエンディングテーマをお聞き、はい、お聞きいただきまして終わろうと思います。シェード君、曲紹介お願いします。それでは唇に歌声を。ブルーな時の合言葉、メガネスがゲスト出演する番組、FM 大和
の街つながるラジオですね、概要欄に URL 貼っときます。全国からお聞きいただくことができます。ぜひ聞いてくださいね。よろしく。カツ丼が食べれますように。